こんにちは、トモです。なんか、はいどうも、なんか懐かしい並びで、前の番組みたいだね。前の番組ですね。なんかでもこのメンツでなんかもう何年やったってこともない。まあ時々 ね、あの時々俺が弱い時に入ってもらってますけども。ね、助っ人にして、ジョリーさんにね。うんうん、今回入ってもらってっていうのはもうこれ、お作りにならないですけど、これですね。はい。ジュラシックワールド。うちにさ、試写の案内来てなくて。あら、で、見たいよって言いながらもうこんなになっちゃってだよ。ねえ。もう、すぐ怖いですよね。ですよ。うん、でも結構ね、完成披露。から公開までの間にね、タイムラグがあったんでね、うんうん、割とこうゆっくりこうあの、うん、ね、あの紹介ができるような、うん、ね、本当に今もう日米同時公開みたいなのが多いから、そうだね、もう今週末みたいなとかね、うん、そう、うんうん、そうすると全然ね、あの物を把握してないような映画も多いんでね、うんうん、もう最近特に MCU とかそうだよね、うん、そうだよね、うん、本当になんかあるかないかみたいな視野が ね、で、もうギリギリになってもう公開しますみたいな。うん、試写があってももう公開の1週間前とか、うん、そんなんなんでね。何にも反映できないじゃない、うん、まあ、全米公開は早いっていうのもあったんですよ。俺は結構ね、早い段階で。うん、割とね、ちゃんと試写とかもやってくれて。作品が拝見できたんでね。ちゃんとやってんだけど、うちに来てない、ね、うん。まあ、そこら辺はちょっとね、今のちょっと配給宣伝に関する問題点とかと、そういう話になっちゃうんです。また、ねで、どうすか、ジュラシックワールド。ジュラシックワールド、うん、横編いっぱい見たよ。横編見るとまるでなんかね、うん、人類がもうなんか恐竜にとって変わられるみたいな、なんかそういう感じの横編だったけど、うんうんうん、全然違うよね、うん、話自体は違う、そうだよね、あじゃない、うん、まあでも今回はね、うん、横編なんかでも明らかになってます、うん、ね、旧ジュラシックパーク3部作の、うん、ね、主要キャラクターが出てくるわけですよね、うん、サムニールとか、うん、ね、デフゴムトプランとか、うん、ね、ローラダンとかね、ね、でまあ当然ジュラシックワールドになっっていうタイトルが分かる通り、うん、まあ、ジュラシックワールドになってからの主役の、まあ、クリス・プラットとか、うん、ブライス・ダース・ハワードっていうのも当然出てきて、うん、で、今回要は、クライマックスまでの展開っていうのは要は二重構造だよね。そうだよね。うん。まあ、当然前作見てもらった、炎の王国だったっけ、うん、見てもらった人は分かると思うけども、要はジュラシックワールドのあれが崩壊しちゃって、うん、恐竜が、要は世界中に散らばってしまった後の、うん、まあ話っていう段階で、うん、クリス・プラットがいたいわけじゃないですか、シーフィアとかやってた、うん。あれが前作に登場した女の子いるじゃないですか。うん、あれと一緒に要は隠遁生活を送ってると、要はもう当然バレちゃうといろいろ正体がいろいろ複雑なんで、うん、ところがそれを狙ってる奴らがいると、うん。で、それ女の子と、あと、前作まで登場したベロキラプトのブルーっていたじゃないですか。ブルーね。うんうん、あれもなんか子供ができたんですよ。それもちょっとバイオテクノロジー上いろいろと重要な秘密を。お親になったんだ。うん、そうそう、うん。バイオテクノロジー上重要な秘密持ってて、うん、要はその女の子とブルーの子供がさらわれちゃうわけですよ。うんうん、で、それをクリス・プラットとブライズ・ダラス・ハードが追っかけるっていう展開がまず一つ、うんうん。そのブルーの子供はちっちゃいの？ちっちゃい。もちろん赤ちゃんラプトルですよ、うんうんうん。ベビーラプトルみたいなのがいるわけですよ。うん、それがさらわれちゃうと、うん。で、もう一つの展開っていうのが、うん、結局それと同時にアメリカで謎のなんかイナゴ大発生っていうのが起こるんですよ。こんな巨大な、こんななんか天国の日みたいなアイじゃなくて、こんなでかいイナゴ、うん、要はなんかもう恐竜時代にいたようなイナゴっていうのが出て、うん、それを追っかけたのが例のサトラ博士って、ローラダンがやってた、うんうん、ジュラシックパークで、はい、サトラ博士が結局、うん、追っかけてんだけども、どう見てもこれはちょっとバイオテクノロジー上おかしいと。うん。うん、これは何か事件の影があるっていう。そりゃおかしいよ、何が考えても。で、うん、これを突き止めるためには、まあ、ちょっと協力してもらう必要が必要っていうことで、要はかかってくるのが、うん、あれですよね。サムニール。サムニールのグラント博士と、うん、あと当然、ジェフ・ゴールドブラウンのマルコム博士が、うん、要は、それを手伝って、うん。で、その二つのストーリーが同時に進行していって、うん、クライマックスにそれが合わさった時にまたすごいことが起こるっていう、そういう話なんですよ。ね、うん、そうか、同窓会みたいな、ね、そうそう。だからまあ話的に言うと、割とさっきも言った通り、横切りみたいな、なんかもう人類の黄昏みたいな話じゃなくて、うん、どっちかっていうと、もうなんか東映漫画祭が、なんか、着用持ってみたいな。これでもか、みたいな。もう言ってしまえば、なんかプリキュアオールスターズみたいな、本当にジュラシックオールスターズみたいな話なんですよ。で、話もちょっと割とね、うん、特に
あの、さっきの言ったローラダンとかの話って、なんか割とシリアスな、なんかバイオテクノロジー話かと思うじゃないですか。うんうんね、割となんかロマンチックコメディっぽい感じで。その、イナゴについてもロマンチックな、なんか理由で、あの、だから結局、あの、ローラダンとサムニエって結局やっぱりちょっと恋仲っぽいじゃないか、仲だったじゃないですか、全然。うんうんうん、で、そこら辺で焼けぼっくりに火がついて、みたいな、超感じの、要はつながりがあって、そこがちょっとなんかロマンティックコメディっぽい感じで進んでって、で要は敵っていうか、今回重要なポイントになるところがあるわけですよ。イタリアの北部にあの恐竜とかを、要は捕まえた恐竜とかをこうなんか管理してる怪獣ランドみたいなところがあるんですけども、怪獣ランドは今日も平和ですみたいな、本当にベロキラプトルもいる、ティラノサウルスもいるみたいな。なんかさ、東方チャンピオンマジみたいな。本当にそんな感じですよ。ああ、うん、で、そこに潜入するまでの一冊というか、割となんかコメディキャッチでやってるんですよ。で、それ一方で、今度クリス・プラットがあっちの方が若い連中だから、うん、割とアクションもいるので。で、大人の世代っていうか、だって、そうそう、彼も昔若かったけど、あれだけ時間経ってんだもんね。そうそう。もういい、どっちもじいさんばあさんですからね。だって、歴史にもセリフあるけども、ローラさん息子とか出てきたじゃないですか、2とか3やらなくて。あれとかもう大学を出て、なんかもう、独立してみたいな話も出てるわけですよ。私たちも長いこと映画を見てるわけですよ。そうですよ。で、で、まあ、そういう展開があって、で、クリス・プラットとかっていうのは、もちろん、あの、その子供を追っかけるわけですから、割とアクション展開が多くて、なんかやっぱ見てて、なんかワイルドスピードとか、あと、ミッション・インポッシブルとか、なんかそんな感じなんですよ。当然、恐竜も絡んだアクションにはなるんだけども、なんか見てて、なんか、ワイルドスピードかな、みたいな、本当に。なんかそんな感じなんですよ、やっぱり。恐竜との戦いとかもある？一応だから、恐竜を絡んだ、なんかカーチェスシーンとか中盤とかあって、で、クライマックスが当然その、要はその恐竜ランド、今言った。恐竜ランドに。みんなが要は集結して、で、その恐竜ランド管理してる会社ってのも当然、なんだろうな、ちょっとうさんくさいところなんですよ、要は。ね。それは、なんか、科学の未来にとかじゃなくて、もっと見せ物的な感じ。いや、見せ物的っていうか、一応バイオテクノロジーの会社がそこを管理しててやってんだけども、要はそのイナゴとか結局そういうところの、いろんなものの要素っていうのは結局何かっていうと、やっぱり当然バイオテクノロジーだから、そこでいろんなものに転用できるっていうところがあるじゃないですか。そこら辺の陰謀っていうのはもちろんあるわけですよ。で、それがあからさまになっていくクライマックスが結局、なんて言ったらいいかな、これ言っちゃうとちょっと、まあ、これじゃネタバレになっちゃうけども、要はやっぱりシリーズの一応今回締めっていう感じになってるから、そういう意味で結構いろんなシリーズといろんな要素を、取り込んでるわけですよ。で、割とやっぱり、あ、これ、この展開来たな、この展開来たなっていうのが割とクライマックスっていうのは、それがもう鶴瓶打ちみたいに出てくるわけですよ。そっか、私たちはほら全部順番に見てるけど、当然ね、ジュラシックパークからロストワールド3、ね、でジュラシックワールド炎の王国とか順番に来てるわけじゃないですか。でも、例えば、その辺すっ飛ばしてっていうか、もっとほらいろんな世代の人がいるわけだから、見てなくても OK だし、これだけ押さえといた方がいいよみたいなのは、どの辺ある？まあでもやっぱり少なくとも一作目は見とかないとね。そうだよね。あとやっぱりジュラシックワールドの流れっていうのはやっぱり押さえといた方がいいっていうのはあるんですよね。結局人間と恐竜の共存であったりとか、あといわゆるこの遺伝子操作ができるっていうことはもうその、恐竜を見せ物にしてみたいなものをはるかにね、一致するような、物語のテーマになっていくわけじゃないですか。DNA 操作はそこには収まらないよっていうような、そういうような流れみたいなものもやっぱ把握しといて、でもなんか割とノリはジュラシックパーク3に近いものがある。最初の頃はジュラシックパーク、公開になった時に、今みたいなもう CG でもないし、だけれどもあの時にやっぱり本当にいるかもってくらいの、だからやっぱそのあったよ、ね、まあフィルペットと、あとあれデニス・ミューレン、デニス・ミューレンともう一人、やっぱなんつったって、だからやっぱあれだ、フィルペットだ、あの3人が結局想像した恐竜のリアリティっていうのがやっぱすごかったわけじゃないですか。まあだからね、
それまでの恐竜映画っていうのはまあ別に作られてきてね、うん、別に一つのジャンルとしてあったんだけども、うん、生物的なリアリティが圧倒的に違ったんで、うん、それまでのものとは、うん、だから最初の頃のまだねそのレイハリーハウゼンとか、うん、あの辺りのまあ恐竜もの人形アニメーションで、うん、モデルアニメーションで撮ってた頃っていうのは割とファンタディックな感じがやったんだけども、うん、ジャスクパークで一気にあのまるで野生動物のドキュメンタリーのような、そう、うん、そうだからもうそこにいるっていう、だからそれまでの、あの時代の恐竜もの怪獣ものとか、うんうんもっとほらカクカクしてて、だからその分安心して、そう別に恐竜が怖いとかそういうものって感情って全くなかったけども、うん、ジュラシックパークってやっぱりねその技術的な向上もさることながら、うん、スピルバーグの恐怖演出がやっぱズバ抜けてるから、うん、めっちゃ怖かったよね、うん、そうだってやっぱりあのねえあの結局ゲットズジョーズから繋がってくるスピルバーグの恐怖演出っていうのと、うん、やっぱその CG 技術の革新っていうところがうまくこうスイングして、うんうん、あの恐怖感っていうのがあったわけだからね、うん、だからそれ、ねね、それこそ見たことのない映像だったよね、うんうん、T-Rexがあんなに恐ろしいもんだと改めますって感じだったよね、本当にね、うん、だからあんなにリアルで、うん、そんなね、まさにこう息遣いも感じるような、うん、っていうような革命がやっぱりそのジュラシックパークってあったんで、うん、ね、まあ当時そのね恐竜ブームみたいなものもあって、うん、で恐竜ルネサンスっていうか、うん、そのねあの温血動物で、うん、でだっていうようなそういう史実に基づいた新たな恐竜像みたいなもの、うんうんうん、でそこに合わせてでも、ね、うん、でもやっぱ大変だと思うのがさ、結局このジュラシックパークからここまでの30年でも、うん、すんごい学説が結局もういろいろ変わってきて、なんかほら、うん、羽が生えてたとかさ、うん、そう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 、羽毛が、うん、だから割と今回もそれを合わせて羽毛とか作っちゃってるけども、うん、だからそう考えるとすごい過去の陳腐化が激しいわけで、うん、そこをうまくなんかやる技術っていうのもまた大変だよねっていう、うん、特にこのジュラシックワールドシリーズとか、うん、あと割と恐竜モチーフのスーパー戦隊とかね、うん、ただ逆に言えばそのね、あの、うん、あくまでも遺伝子操作の、うん、クローンであるっていうところをね、うん、そこをやっぱ踏まえて、うん、うまくこのね軌道を修正してたりとかね、うん、あのそういう我々のよく知る恐竜像みたいなものを生かすみたいなところはあるんで、うん、だからなかなかその辺の変遷も30年のね、うん、流れみたいな、うん、30年ですよ。だって30年最初ジュラシックパーク俺初めて見たのって、30年20年くらいだと思ってたんだけど、30年か、30年前だから俺らは東大阪の映画館でなんかこんな蝶ネクタイした支配人の挨拶でレートショーで見に行ったっていうね、セショウエーシネマ、そうそう東大阪のね、でそこのねあの、うん、あれ天候オールナイトを見て、なんか本当に昔ながらなんか組んだ大階段があるような劇場でね、うんうん、でそこの支配人がね、うん、ちょっとなんかこんな感じのヒゲでね、ちょびヒゲで蝶ネクタイの、うん、いかにも興行師っていうのが、うん、いやすごいよ、なんかこんなに人が入ってる、ね、ランボー3以来だなとか言ってランボー3だったのか、あ、ランボー3もじゃあ30年以上前って、うん、もうランボーだったですね、もう40年近く前だからね、ランボー自体がね、それはサロンももう76だよみたいな、うん、でもなんかね当時そのジュラシックパークの頃っていうのは、うん、もうなんか、スピルバーグがねフックとかちょうど撮って、うん、でなんかもう若くして才能が枯渇してしまったのか、うん、お前はみたいな、うん、でそういう印象なんだって、その直後にこれがジュラシックパークがあってシンドラのリストが出てっていう、うん、ね、またすごい作家としてそうで、あのそう、またその最盛期みたいなところに持っていったところがあったんで、うん、でそのスピルバーグも30年経った今まだスピルあのウエストサイズストーリーになっているっていうねすごいよね、まあ、モンスターだけどもね彼はね、で何がすごいっていうと30年前にローラーダウン撮ってたやつが今度の映画ではなんかあのデビットリンチ使ってるっていう噂があるっていうすごいな、ブルーベルベットも生きてるねみたいな、ね、本当だね、うん、まあでもね、その間にね、これだけね、あの、うん、ジュラシックパークを起点に6、あの5作ね、まあ、全国合計6作の、ね、シリーズができて、でね、ジュラシックパーク本体がもう本当にいろんなサッカー映画に影響を与えてって、一つやっぱ革命だったよね。すごい革命だった。ね、だから、やっぱり、
最初のジュラシックパークを抜きには語れないというか、うん、それ自体がもう本当に映画史を塗り替えたような、うんねねうん、恐竜映画のレベルを格段に上げてしまって、なんかあの世界観もそうだし、うん、もうやっぱりそう、ね、あのクリーチャー、うんはいはいうん、やっぱりね、どれが好きかって言われると、うん、ちょっといろいろと、僕は意外とロストワールドもすごい好きで、私も好き、ロストワールドはやっぱり一番のポイントっていうのはね、うん、あの T-Rex がサンディエゴの、うん、あの街の中にあの誰もがあの前座がね割とこう閉じられたコミュニティの中で島、うん、の中だったんで、うんうん、そうねそれそれね、うん、恐竜が街を襲うっていう、うん、そこは結構割とすごかったなって、うん、あと、うん、撮影監督がちょうどねディンカンディからニアヌス・カミンスキーね、うん、スピルバーグのお抱えの監督になった、うん、あの撮影監督になったんで、ね、ちょっとよりリアルになって、うん、恐竜狩りのシーンとかすごいよね、うん、まだになんか野生動物を感じるような、うん、こういうなんかあのねいわゆる緊迫感があって、うん、ねだから結構ねあのロストワールドもすごい好きではあるんですけどもね、うん、今回はその街中とかその放たれた恐竜は、ああまあもちろんそうだからあの一つの生態系の一つとしてもう恐竜が、うん、もう普通にいるって感じで、まあ、予告編とか見るだ、ね、から予告編とか見てる通り、うん、なんかあれですよね、北海漁業かなんかで、うん、カニ漁船だれやなんかカニ漁船がなんか、うん、バカーってやられちゃったりとかね、うん、ああいうやっぱりちょっとそういうもう本当になんか地面生活に恐竜が、うん、なんかあのしかもなんかいいあるだけじゃないですよね、完全に。当然。ね、で、うん、まあ、劇中にも出てくるんだけども、実際にこの恐竜を、まあ、捕まえて育てて、なんか闇売買するような、そういう悪い奴だとかも出てきたりとかね、うん、もう本当に社会の一部と化してるっていう感じだよね。まあ、ジュラシックワールドのシリーズになってから、やっぱり恐竜との共存っていうのは、うん、ね、非常にこう、テーマとして大きく浮き彫りになってて、うん、ね、そういうところではそこもね、どういうふうに解決していくのかみたいな、うん、ね、新しい種が生まれた時に我々はそれとどう関わり合っていけばいいんだろうかっていうのが、うん、できるのかできないのかとか、ね、そうだよね、放っちゃったわけだから、そうそうそう、うん、だからまあなんかね、炎の王国の時にね、そういうような、ね、うん、問題はありましたから、ね、まあパークが崩壊してしまって野生化した動物みたいなものをどうするかっていうね、うんうん、そうなってくるとそのね、灰を悪利用、あの悪いように利用して軍事利用するみたいな話もあったりもしたら、うん、わけじゃないですか、うん、ね、そういうような中でじゃあ自分たちはどう、うん、で、もともとコントロール崩壊みたいなものっていうのは第一作からあったわけですよね、うんうん、だから人間が自然に干渉することによってこういうことが起こってしまうみたいな、うん、そういうのがあったんで、だからそこもまた一歩進んで、うん、もう何かこうね、生物の中で、でどういうふうな、ね、自分たち、ね、人間はどういうふうな体、ね、うん、あれを取っていけばいいのかっていうのは、うん、ね、あるんで、うん、テーマでもテーマは深いんだけども、うん、やってることは意外と本当にワイルドスピードみたいなだからあっちの方で結構先にレビューとか出て割となんかガチャガチャしてたっていうけども、確かに本当にガチャガチャしてるんですよ割と特に前半の展開だからね、さっきも言った通りもうワイスピットだからロマンティックコメディなんかこういうコメディやってるわけだからそれはガチャガチャするよねみたいな。でまあ、手は炎の僕が割とそういう意味ではパヨナのゴシックホラーになってる感じがあったんで、だからそこ行くと本当になんかガチャガチャするものすごく想像しい感じになってて、それを2時間半に収めるっていうところでは、なんかその辺をだってお祭り進めるか、うん、ねえ割とちゃんともうちょっと真面目にやれって見てるかっていう、ちょっとあれはあるけど、俺は全然なんかそういうお祭り感好きだから、うん、ね、楽しい映画になったね、そうみたいね、うん、聞いてるとね、なんかすごく夏休み映画っぽいなって、うん、そうですよね、なんかこの夏の超大作に、クリス・プラットとサムニールが出てる映画2本もあるっていうもう一本なんだか言わないけど、さすがにもう公開してるけど、ね、うん、ですね、そうか、なかなかいい夏なわけだねそしてなんかブライス・ダンス・ハワーとかだんだんなんか親父とかおじさんに似てきたっていうお父さんはいいけどおじさんに似てるのはちょっとまずいなみたいな、おじさんかいみたいなおじさん、うん、だからそのうちブライス・ダンス・ハワーとしてだからデビル・スピークのリミットとかやるからっていういやいやいや、
うん、いやでもね本当にね、うん、あの夏の超大作という感じで、うん、まあ子供も喜ぶだろうなという、うん、まあなんかねちょっと長いけども、うん、あの、うん、親子やっぱ親子で見に行くのは上限いいよねっていう、うんうんね、まあでね、あのいろんなね恐竜が出てきてそれが大暴れするというシリーズの大前提は崩してないんで、うんうんうん、で当然アクションとかいろいろコメディとかいろいろな要素があるから、うん、まあ長いけどもちょっとやっぱ親子で見に行くのがいいかなみたいな、うんうん、デートムービーも OK そうデートムービーもね、うんうん、いいかな、うん、ねやっぱでね大きいスクリーンだね本当にねそれこそねうん、うんだからなんかやっぱりこうね30年のフランチャイズっていう、それのまさに集大成ではあるんで、もうとにかく見たいものを見せてやろう的な感じ、うん、そうだよね、うん、まああの全然もうその辺は、うん、あの抜かりのない、抜かりのない、ね、じゃあ見たいものを見せてもらいに行かなければですね、うん、そうですね、うんなわけで、ジュラシックワールドは、29日ですね。7月の29日公開、ねうん、です、はいなわけで、じゃあ、ドリさんたちもまたスクリーンで、ね、大きいところでね、またちょっと見に、うんうんはい、私もじゃあ、あの最高に音響と、ね、映像がぜひともいいところで。はい見たいと思います。はい試写場でも送ってくださいね。はい、もう映画評論家そういうの結構死活問題なので、はい、まあでもそんな感じで、はいいろいろね。うん、ですが、楽しみです。はいジュラシックワールド新たなる支配者シリーズの壮大なる終幕。うんうんそうですよね。で、多分はこれで一期区切りはついてるかな。うん。うんうん、そっか。30年間、その、積み重ねの上に、はい、ジュラシックワールドがあるわけで、なわけで皆さんぜひ劇場で、見てください。はい。はい。それではまた。はい。ドリさんありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい